EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。シルです。キーボードボーカル、井上龍馬です。ベースの広瀬慎吾です。ドラムの木村正人です。ギターの服部寛太です。はい、この度僕たち、カミングアップアーティスト2017受賞いたしました。どうですか、お気持ち。いや、もう、嬉しいですよね。もう、代表なんですよね、もう。はぁ、え、生ぬるいこと言いやがって。天にも昇る気持ちですよ。そうやな、うん、2017年っていうので選んでいただいて、うん、そうやな、嬉しいですね。もっと頑張っていこうっていう気持ちだったな、はい、うん、そして EMTG ミュージックにてインタビューとかライブレポートもたくさんしてもらったけど、はい、キムどう？いや、もういろいろね、新しいこと経験できましたね、このインタビューで、うん、はなんか生ぬるいこと言いやがって、俺らの女性像って、そう、気になる女性像みたいな、結構なんか個人的に趣味とかパーソナルな感じをあんまなかったもんな、こういうのが初めて、すごい楽しかったし、うん、なんかこれはいい経験だったなっていう感じはすごいしましたね、まあ、うん、今後 EMTG ミュージックになんかこう、うん、俺たちから期待とかってなんか気持ったりする？いや、もう引き続きやってくださる、生ぬるいこと言うな。でもこれからも引き続き、うん、もはや来年も選んでほしいなっていう、せやな、来年も一生カミングアップでいきたいな、一生カミングアップしたいね、そうそう、2018もこれからもよろしくお願いしますっていう感じですね、うん、はい、で直近ですけど、私たち1月25日にファーストフルアルバム、うん、ブルースと花束をリリースいたします。ありがとうございます。でそれに伴って、ワンマンツアーもあるのでね、楽しみにしてます、はい、楽しんでいこうと思います。そんな、リリースとワンマンツアーから始まる2017年の抱負、うん、どうですか？どうですか？あ、僕ですか、はい、いや、もうそのカミングアップアーティスト2017選んでいただいたんで、はい、その何恥じないように、はい、カメラ見てください。あ、すいません、はい、その何恥じないようにね、はい、頑張っていきたいと思うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、はい、大丈夫ですか、お二人？うん、うん、まあ、飛躍の年にね、飛躍の年にね、はい、頑張りたいと思います。2018年に向かって、はい、今年1年も駆け抜けたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。お願いします。以上、シーでした。